はい、オルガンライフです。タブレット、スマホに慣れてる人は同じ使い方で使える。だから便利なんですよね。Android だったら Android のタブレット。iPhone だったら iPad。ほぼ同じアプリが使えるし、使い勝手もスマホと変わらない。しかも ID が同じだったら、2つがうまく連携できる。非常に素晴らしいんですよね。ただタブレット、じっくり自宅で使う場合、ちょっと不便なところがあるんですよね。何か、大きいから持ってるのが疲れる。適当なところに立てかけといても、すぐに倒れる。倒しちゃった場合、傷ついたり壊れる可能性もありますからね。画面が大きくて操作はしやすいんだけど、大きいから使いづらい。廃反したところがありますね。私もタブレット持ってますけど、まあ、正直、こう立てかけてみる。それがやりづらいんですよね。あ、だったらなんかスタンドとかあるだろう。確かにあるけど、大げさ。でかい。邪魔。常に必要なわけじゃないんですよね。それ今回いいもの。ワンバイワンから提供を受けた、このスタンド。こちら、折りたたみできるんですよね。ちっちゃいですよね。じゃあこれどうやって使うのか。こう引き起こして使います。そしてかけるだけ。安定しますね。重たいタブレットでも倒れる気配はないですね。あと机の際に置きたい場合、ここを回転させる。そうすると壁際設置できますね。ちょっとこの場合、後ろに倒れる不安定性ありますね。だから壁がある場合、この状態にしてください。壁がない場合はこうですね。だからいろいろなレイアウトで使えますね。まあ、あとこれちっちゃいですので、スマホホルダーとしても使える。それ角でもある程度調整できますので、自撮りをするときとか、三脚代わり、そういう用途としても使えますね。タブレットのスタンド、大きいものはちょっと大げさ。ちっちゃいものは倒れたりとか、自由があまり効かない。あとは持ち運んで使いたい。そう思ってる人、このワンバイワンのタブレットスタンド、使ってみてください。この状態だったら、苦もなく持ち運びますからね。デザインもかっこいいですからね。タブレット用のシンプルなスタンドを求めてた人、ぜひこちら、使ってみてください。ということで、バイバイ。